プルプル、スラリメタリンの世界一当たらない取り紙予想。わーどうもどうも、スラリメタリンでございます。本日、こちらの動画では、7月7日開催、七夕賞、プロキオンステークスの予想。ショートでは、7月6日開催、マリンステークスの予想も上げています。こちらもよろしく。それでは、日曜、重賞の予想、早速、行ってみたいと思います。3, 2, 1。まずは七夕賞の予想行ってみたいと思います。前走ローテは G3 から入るのが妥当と言えるでしょう。そこから G1 組リセットオープングリーンに流すのが良さそうです。前走 G3 組の好走馬を見ると目につくのが直前2レース内で新潟大賞典を経験している馬、そして福島コースを経験している馬に注目すべきかと思います。前走 G1 組は長距離路線からの転向組、リセットオープンは福島民放杯がポイントになりそうです。さあ本命にするのは11番キングスパレスです。前走新潟大賞典で2着、見た感じ去年のセインハーデスに似たような成績に見えるのはおそらく私の気のせいだと思います。紐ですがこちらの3頭、3番ボーンディスウェイ、8番ダンディズム、10番リフレーミング、こちらの3頭に流していきたいと思います。続いてプロキオンステークスの予想です。ここ数年間、開催競馬場がこまめに変わるこのレース。今年は2年ぶりの小倉開催です。こちらの直近10年、5年の前走クラス別は3校程度。オープンからの挑戦組が構想しているようかと思われます。そして、小倉で開催された2021年、22年の構想馬がこちら。前走1着で人気になっていた馬が凡走しています。前走オープンで掲示板まで来てここでは人気薄になっていた馬の構想、こちらを狙ってみたいところかと思います。本命ですが16番、ラインオブソウルで行ってみたいと思います。大外ですがチャンスがないとは言えません。小倉での勝利実績もあり油断はできないと思います。穴候補ですが12番デシエルトで行きたいと思います。こちらは前走京都のダートやや馬で前残り粘って3着、ここでも粘りを期待します。こちらはこの2頭で勝負してみたいと思います。というわけで今週日曜日は単複賞ワイド3連複トータル2000円が私の勝馬券です。参考にしてみてください。チャンネル登録高評価通知のオンもお願いします。コメント概要欄 X のフォローもいただけると嬉しいです。ではではまた来週。今週のクイズはこちら。動画最後までご覧いただきありがとうございます。嬉しいです。クイズの答えは明日のショート動画でそちらもお楽しみに。ではでは、また来週。